やっぱりこのバラ庭園は圧巻だぜ。6年前よりさらにすごくなってやがる。こんなのが似合うなんて羨ましいぜ。んなことはねえぜ。私にとっちゃ船着き場まで遠くて邪魔なだけなんだけどな。それは贅沢な悩みだね。うん、毎朝バラと挨拶してから投稿。素敵素敵。こんなにいっぱいのバラ、みんなと挨拶してたら遅刻しちゃうね。エンジェは残念だな。お腹壊しやすいんだってらしいな。腸が弱いんだろうよ。しょっちゅう下痢してるぜ。おお、レディーにそういうの言うのいけない。それはすまねえ。そうだよな、女の子のお尻からはマシュマロが出るんだもんな。エンジェは体調が悪くてマシュマロが水飴になっちまったわけだ。それはさすがに下品が過ぎるね。奥様、旦那様がお探しです。もう少ししたら行きます。まだお昼にもなっていないのに疲れました。お父様は問題ありませんね。はい、お任せを。シャノンとカノンも今日の段取りを十分に心得ております。熊沢は嘘をつくのが上手なようですから心配しませんが、南條先生が少し心配です。隠し事が苦手そうでおられますから。お任せを。可能な限り私が南條先生のお近くで補佐するつもりです。あなたがいてくれるなら頼もしいですね。本当に助かります。現地の力なくして成し得ないことです。恐縮でございます。安心せよ。書斎の密室結界は完璧だ。結界を破らぬ限り誰にも金蔵の秘密を暴くことなどできん。ええ、分かっています。しかしあなたも先ほどの客までのやり取りを聞いていたでしょ。うん、やはり去年の時点で相当の不信感を持たれていたのであろうな。凄まじき毒素を溜め込み振りまいておるわ。やはり今年が正念場になりそうですね。今年を何とか乗り越えることはできようが、仏の顔も何とやらだ。さすがに来年は無理と心得た方がよかろうな。これほどまでに半魔法の毒素が満ちては、来年の親族会議でもゴールドスミス教の魔法を維持するのは難しいでしょう。誰ですかあなたは。ああ、驚かずともよい。わらわの家具頭を務める男だ。はじめまして、夏日奥様、ロノウェと申します。どうぞお見知りおき。頼れる男だ。この男にも密室結界を守ってもらう。そうですか。後宮夏日です。あなたにも協力をお願いします。はい奥様、魔法世界からお手伝いをさせていただきます。どうかお任せを。ついでだから私も紹介してもらおうかしら。アイリーちゃん、ご無沙汰。ガープか。そなたまで来てくれるとは心強い。遊びに来ただけのつもりだったんだけどね。手がいるようだったら声をかけて。はじめまして、
マダム、挨拶するのは初めてだけど、私はいつだって誰のそばにでもいるわ。こちらのガープはなかなかのいたずら者。先日奥様が自室にてお召しになろうとして床に落とし見つけられなかった頭痛薬、ガープの仕業でございますよ。確かに置いたはずなのに見つけられない小物があったら、こやつのいたずらを疑うがよいぞ。わらわも昔ずいぶんとからかわれたものだ。そうですか。いずれにせよ、ここは後宮の屋敷です。当家にいる間は当家に従っていただきます。よろしいですね。もちろんです。心得ております。魔法世界での源氏と思い、どうぞいつでもご用命ください。私にも客人の心得はあるつもりよ。家主の顔は潰さないわ。炉の上もガープも頼れるぞ。しかし魔法の世界と人間の世界は表裏一体。分かってます。もちろん私も人間の世界から努力します。うん。いつもの展開だな。どうせ翌日にならなきゃ話は進まねえ。ふん、まあそうね。10月4日は私にとっての準備ターンみたいなものだし、バトラに何もする気がないのなら10月5日までのんびりしててくれていいのよ。6人死んだら呼んであげる。知ってる？チェスの先手と後手では先手の勝率が2倍とも言われてるのよ。戦術の進歩でだいぶ変わるけどね。後手はドローを狙えれば上々とか言われてるんだっけ。先手一勝くらい俺も知ってるぜ。ならどうしろってんだ。そんなだからあんたは無能なのよ。本当にいい？バトラ、10月4日にだって解くことができる謎は存在するわ。何が解けるかわかる？まさか。あ、いや、しかし。まあ見てなさい、無能のバトラ。とうとう降り始めたようやな。やれやれ、土砂降りは心の中だけにしたかったもんだぜ。
これで親族会議が終わるまで私たちには逃げ場なしってわけね。それは兄さんたちだって同じよ。逃がさないわ、絶対に。こっちのカードは悪くないのよ。兄さんは虚勢を張ってるだけだわ。絶対に屈服させてみせる。取引っちゅうんはな、相手を任すもんとちゃうで。秀吉さんの言う通りだわ。さっきの話もちょっと追い詰めすぎよ、エヴァ姉さん。兄さんにはあれくらいでちょうどいいわよ。なんだ、ローザは寝ちまったのか。朝が早かったとぼやいとったな。ま、昼寝もええんとちゃうか。下手すりゃ今夜は徹夜だ。今から仮眠も賢いからな。こんにちは。旦那様、奥様、探しました。大変でございます。どうしたのかね。シーツを雨に濡らした程度ではそこまで慌てることでもないと思うがね。何事です？何か粗相でも。海難事故で漂流されたと申す方が先ほどお屋敷にいらっしゃられました。それは本当かね。気の毒に。来客として丁重に扱いたまえ。今はどうしているのかね。南條先生が診察しております。まだ診察中ですが、私の見た限りお疲れの様子ではありますが、怪我などをされているようには見えませんでした。それはよかった。私と夏日は今大切な話をしている。終わったらすぐに見舞いに行こう。その漂流者にはぜひくつろいでほしいと伝えたまえ。かしこまりました。源氏、その漂流者は男ですか？いいえ、お嬢様くらいの若い女性でございます。女性？そうですか。結構です、下がりなさい。
まあ自力でバラ庭園まで歩いてこれたなら命に別状はねえだろうね。転ばぬ先の杖やな。ライフジャケットのおかげやろ。あれがなかったら溺れ死んどったかもわからんで。どんな子だったの？ジョージやジェシカちゃんより上？下？ジェシカお姉ちゃんよりは下だった。ライフジャケットと水着だった。ヘトヘトみたいだった。漂着したのが船着き場のあたりだったなら本当に不幸中の幸いね。もし島の反対側だったら大変だったわ。しかし気の毒ね。この天気じゃきっと船も来られない。明日いっぱいまで彼女もこの島に釘付けかしら。皆様、お茶はいかがですか？ゴドさん、どうなんだい？その子は元気そうなのか？さあ、わかりません。ですが、心配ご無用。南條先生がつきっきりで見ておりますし、熊沢もシャノンも一緒です。どうぞ、ご安心ください。まずは紅茶でおくつろぎになってはいかがですか？さあ、カノンさん、早く、配って。ったく、なんで僕が。手伝う。大丈夫です。マリア様はそのままでお待ちを。おお、マリアも配膳やる。南條先生にはお会いしてないの？何か言ってなかった？へえ、先ほどお会いしましたところ、それほどの外傷はないそうで、私もちらりとお見かけしたところでは